シリアカヒヨドリは、スズメモクヒヨドリカシロガシラ族に分類される鳥。パキスタン、インド、ネパール、中国南部、バングラデシュ、ブータン、ミャンマー、タイ北部を原産地とする。太平洋諸島と東アラブに外来種として定着している。全長19から20センチメートル。私有動色。全体的に、クラ茶色で、頭部と、くちばしは黒色、光彩は茶色。 尻と下尾筒が赤色になるのが特徴。黒い冠がある。卵2時林、し、果樹園、都市部の公園に生息し、比較的よく観察できる。雑食性で果実や花の蜜、種子、花弁、昆虫などを食べる。低木などにお椀状の巣を作るが、市街地では植木鉢やバスの荷物棚といった人工物までも利用する。繁殖は多い時には、 年4回行われる。メスが放卵する。海外の定着地域では農作物に被害を与えており、世界の侵略的外来種ワースト100に選定されている。日本への導入記録は今のところないが、定着した場合は在来種の鳥類と競争することが危惧されるため、外来生物法によって特定外来生物に指定されている。バードリフインターナショナル。 パイクナナタスキャファー、IUCN レッドリストオブセレクトンドスピーシーズ、バージョン2008、インターナショナルユニオンフォーコンサーベーションオブネーチャー、2009年11月3日、閲覧。ABCD 滝康彦、財団法人自然環境研究センター、決定版日本の外来生物平凡社、2008年4月21日。 ISBN 978から4から582542417。シリアカヒヨドリ国立環境研究所侵入生物、DB ハット特定外来生物による生態系等にかかる被害の防止に関する法律、施行令の一部を改正する、政霊等について、ありがとうございます。